すごいですね。ここの四方八方がもう全部こんな感じですね。これが城中村、中国語では城中村と言います。Center for Asia and Pacific。 皆さんこんにちは、京成です。京成で中国を知り、中国語を学びましょう。最近私は深圳の城中村を訪れました。城中村とはその名の通り、都市の中にある村のことです。最も印象深かったのは、村の中にビルが非常に密集していて、場所によっては建物の間隔が1メートルにも満たず、ずらりとそびえ立つ高層ビルと村民が自ら建てた家屋が混在していることでした。深圳は中国の改革開放の先駆けとして、40年前には人口数万人も満たない小さな漁村でしたが、急速に発展を遂げていき、今や人口1000万人を超える巨大都市になりました。その過程で高層ビルが傘村を囲むように続々と建てられ、村落と都市が融合した独特の景観が生み出されました。かつては漁村だった傘村には、僧廟や寺院、仏像など霊南の風情が感じられるものが残されています。また傘村の人々は今でも広東省の八華に伝わる伝統料理で、大きな鍋に肉や海鮮などを盛り合わせた大盆栽を食べる習俗を受け継いでいて、数百人が一緒に座ってご馳走を食べる光景は非常に壮観です。その一方、この村には近代的な施設もあり、病院やコンビニ、ホテル、ミルクティーのお店などが充実していて、伝統的な村のイメージとは全く異なります。皆さんも広東、香港、マカオ、グレーターベイエリアに位置する深圳に来る機会があれば、ぜひ傘村を訪れて、そのユニークな魅力に触れていただきたいです。今回学ぶ漢字は城、城です。城はもともと城壁、すなわち中国の万里の長城のように防御のためであったり、区画を分けるために築かれた高い壁を指す漢字です。城壁は通常居住地の四方を囲むように築かれるため、城には城区や城郭のように城壁内の場所という意味もあります。時代の発展に伴い、城は伝統的な農村と対比する言葉として、人口が密集し経済的に栄えている都市を指す言葉として用いられるようになりました。また商城、美食城、图书城といったように、大規模な専門市場の呼び名においても、城という漢字はしばしば使われます。お問い合わせはアジア太平洋広報センターへ。